はい、3月13日です。体重がですね、思った以上に減ってないと。本来だったら 59.7kg ぐらいに、ね、なってるかなと思ってたんですが、60kg のままということで、朝から、ベンチプレス大会の応援に来ています。ベンチプレス大会は1種目なので一瞬で終わっちゃいましたね。1時間ぐらいで終わっちゃいました。で、今日はね、洗濯というね課題がありますので、洗濯をしようと思って、何が書いてあるか分かりませんが、なんとなく、これは、1ドルを4枚入れろということだったんでしょうが、うまく作動しずに、結局ですね、係の人に来てもらったと。なんとか、洗濯が終わって乾燥機までね、かけて、その間ランニングをして、それからまた、大会会場に戻って、今日はですね、先日もトレーニングしたんですが、ちょっとあまりにもね、調子が悪かったので、きちんとねトレーニングをしようと。特にベンチプレスがね、全く上がらなかったということで、まずは60キロ。昨日全然足で踏ん張れてる感じがしていなかったので、今日はねしっかりブリッジ作って、足で踏ん張りながら、胸のトップに、しっかりと持っていくと、しっかり出力を出すというような、課題を持って取り組もうかなということですね。隣の本会場は、もうですね、試技は終わって、練習にね来てる選手だけというような格好になっております。この時点でね、昨日よりはだいぶ、感覚は戻ってきております。飛行機移動なのか、中3日で非常にですね、まあ器具がね ER で初めて使う器具なんですが、ベンチの台が少し低いようなことをね周りの選手も言っておりました。で、次がね、80キロですね。で、しかもですね、ラックの高さのピッチの幅が4センチから5センチとざっくりしているんですね。本番の ER は2センチ刻みということで、まあね、ボディデザインプロジェクトにあるパワーラインさんのは1センチ刻みでね調整ができるということで、パワーラインさんのもね、ベンチラックは非常にやりやすいなと改めて思いました。しっかりね、肩入れて、でいつもだとですね、ここで、安全バー触りながらね、肩もう一度寄せるんですけど、安全バーもないのでね、こう省きながら、よいしょと。で、しっかり肩甲骨を寄せて、お尻をタッチして、きれいですね。ちょっとほっとしております。昨日本当にね、80キロはすごく重く感じたので、で、70キロ3レップで3レップ目失敗しましたからね。で、85キロを一発上げようかなと思いながら、今ですね、2.5 キロプレートをうろうろと探し回ってて、どこかなみたいな。隣のですね、ベンチ台では、インドのね、女性の選手がアップをしており、練習をね、していました。ああ、ないなみたいなね。カラーもないな、やっぱないとまずいな、どこかなみたいな。まあ、いってちみたいな感じで、ね、これちょっと借りるよ、みたいな。ちなみに私は全部ね、海外の方にも日本語で対応みたいな。
今腰に当ててるのは、海外に行くと ER だったりだとか、エレイコだったり、ブルだったりとか、ということで、何センチっていう表記ではないので、穴の何番目という表記なので、高さをですね、骨盤の位置で測っておくといいよというアドバイスをもらって、だいたいこれぐらいの高さなんだなということで、85キロのベンチプレスの動画は撮り忘れたみたいですね。もう外しておりますね。で、最後ね、60キロで、もう一度ブリッジしっかり作って上げて、感覚を確かめて終了とですね。はい。で、ベンチ台もあまり沈み込まないんですが、グリップは効いてる感じなので、しっかりとですね、首筋で止める感じですね。はい。昨日本当焦るぐらいに調子が悪かったんですが、今日はね、こんなものかなと。ただ90キロは本番成功するのかなというような感じですが、85まではしっかりと上げたいなというところで、ベンチは終了と。で、次はスクワットなんですが、まずは高さの調整。こちらのラックも、5センチずつぐらいの刻みしかないので、ざっくりとしておりますね。しかも、ピンが本当だとね、4本ないと上げれないのが2本、もう支えてるピンしかないので、手でね、持ち上げて高さを変えないといけないというですね。マジか、国際大会みたいなね、そんな感じですね。多分ジャパンクラシックマスターズとかの方が、置いてある機械とかがこなれてるものばかりなので、やっぱりやりやすいですね。スクワットはね、昨日に続いてなので、減量はね、進んではいるんですが、感覚としては悪くないなというような感じですね。ちょっと肘もね、あんまり調子が良くないので、手幅は少し狭めでね、やっております。で、バー自体はオハイオですね。アメリカのバーみたいで、非常にプレートが滑りやすいので、何人かね、プレートな、カラーなしでやって、プレートをね、床に落下させておりましたので、きちんとね、カラーをつけてということで。いつもだとね、カラーつけずにやっているので、いきなりアップが75からということですけども、そんなに不安もなく、で、股関節の感覚をね、確かめておりますので、ちょっと横からもね、撮ってみようかなということで、次からは横からの画面に変わります。で、赤い25キロプレートをね、4枚つけてありますので、125キロと。はい。で、見てわかる通りですね、安全バーございませんね。で、日本人もですね、もう大会自体は隣の会場終わっておりますので、私だけと。上がらないときは、助けてくれと。叫ばないとまずいということですね。よいしょと。で、125キロ
股関節でしゃがみ込みすぎないような感覚でですね、グッと入れて立ち上がると。これも悪くはないのかなと。これね、右、さっきね、右側、ちょっと引っ掛けミスですね。危ないですね。皆さん注意していただいて。で、次が、145キロ。2レップの予定でね。昨日も145。2レップ目はね、やったら重く感じたんですが、今回は145で2レップ。明後日が大会なので、これぐらいの調整かなと。で、この感じはね、悪くないですね。デッドリフトは、ニュージーランドの選手と合同と一緒にやろうと、多分そうやって言ってたと思いますけども、まあ相手はね、非常にでかいので、赤いプレートだと、レッドプレートつけろみたいな感じだったので、はい、120ですね。いつもデッドリフトあんまり回数ね、アップの時やらないんですけども、あんまり早くね、相手に渡すのもね、なんなんで、2回レップね、やってみました。で、そのままね、赤いプレートが3枚と、レッドプレートだというので、170キロですね。3回目でよいしょと。これもね、感じ悪くないですね。で、会場がですね、よく全国大会だとえらいこのね、マットを使うんですけど、ここは普通にその合板の上に、絨毯引いただけなので、下が硬いので非常に上げやすいですね。ただアップ会場は絨毯引いてないので、足が結構滑ります。で、次どうするって聞かれたんで、10キロ普通にね、日本語で答えてます。これこれって。で、10キロプレートなんで、実際にこれ上げなくてもちっちゃいのでね、一回りつくんですけど、ニュージーランドの人ね、上げていただいて、で、10キロ持ってきていただいたらね、日本語で10キロって言っててもね、伝わるのかなという感じですけど、これ下ろすときにね、手首ひねります。私グキッ、すごい痛かったんです。右の手首ね、変な角度になってましたけども、190ですね。あさってなんで、まあ、200、まあ、昨日200上げてるので、まあ、990でいいかな。明日180上げたらもう OK かなというような感じですね。ニュージーランドのことね、大きいんでね、
多分次も大きいプレートをつけるんだったんですかね。よいしょ。これもね、感覚としては悪くないかなというような感じで、アップは終了と。で、これはね、会場の裏側から見た感じですね。こんな感じで会場に出ていくと。ということで、会場近くの、ショッピングモールで、まあ、明日ね、買えばいいんですけども、あさって大会の検量後にね、食べるものなんかないかなと、まあ、これがね楽しみで、見て回ると、まあ、お腹も空いてるんですけども、検量が終わったら食べれるんだと言い聞かせながらね、ぐるぐると見渡して、こういうものもね、日にちが持たないので、まあ、直前の方がいいかなと。朝は早いので、ね、朝は取っていけませんけども、明日ね、買い込もうかと。出前一丁もね売ってました。で、結局買ったのは水1本というところで、ホテルに戻ります。